こんにちは、かおさです。はい、ということで今日は GU のストッキング紹介します。イエーイ。今日紹介するのはこちらの GU のストッキングです。黒ストッキングです。3足入って990円ですね。今日母さん某韓国通販サイトで購入したスカートを着てます。履いてます。じゃん。はい、ということでこの商品を開けていきたいと思います。いきます。ないかなと思ったのにさりげなく置いてありました。じゃん。あとはサンプルでこんな感じで、あと2個はこんな感じに包装されてます。長細いね。あ、結構柔らかい。めっちゃ柔らかい。なんか結構上質な感じがしますね。日本製だって。日本製。あ、サイズは L から XL です。ポックタグはついてないですね。結構ね、ここのところの伸縮がすごいいい感じがします。すごい、なんか着圧じゃないんだけど結構しっかりこんな感じに弾力感があります。これそしたら実際に履いていきたいと思います。よいしょ。今日は鮭が上です。結構色は薄めな感じがしますね。なんか30ぐらいかな、30デニールぐらいなのかな。結構先まで色が薄めになってる気がします。若干色ムラあるかな。なんかここら辺が明るい感じがするけど、すごい履きやすい。ほら、伸縮性もいいですよ。はい、じゃあ反対も履いていきたいと思います。すごい履きやすいけど、やっぱ若干なんか色ムラがあるのかな。色ムラがある気がする。はい、履いた感じはこんな感じです。どうかな、なんか若干言われてみたら色ムラがあるみたいな感じかなと思うんですけど、でも全体的な色味はなんか20、30ぐらいの薄めの感じで、すごいなんか伸縮性が良くて履き心地はめちゃくちゃいいかなと思います。先の補強の部分もすごい滑らかに一体感がある感じがします。スカートはこんな感じです。はい、ということで、今日は質問コーナー第2弾です。イエイ最近始めた、質問箱への、質問募集ですね。今回また追加で質問していただいた方が
らっしゃったので、回答していきたいと思います。一つ目の質問が、夫婦なんですか。はい、カオさん、ダイさんは夫婦です。足って蒸れやすい方ですか。匂いとか気になったりしますか。なんかブーツとかやっぱ履く時期はなんか蒸れたら嫌だなっていうのが気になるので、結構靴下を履いてタイツを履くことが多いです。同じかな。匂いはでも靴下履いてたら気にならないかな。気にならないと思います。はい、はい、3つ目の質問です。コメントの返信ってカオさんとダイさんのどちらがされているんですか。はい、コメントの返信はカオさんがやってます。編集だけダイさんなんですけど、編集以外のコメントの返信とかインスタとかの投稿とかはカオさんがやってます。なんで全然質問待ってます。はい、ということで、皆さん質問ありがとうございます。またね、質問が何個か溜まってきたら回答していきたいと思うので、ぜひぜひお願いします。はい、足ならはこんな感じです。じゃん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 、見て、結構ほら滑らかだと思うんですよね。すごい。どうかな、なんか結構皆さん足の先までよく見えるのにっていうコメントがあったので、ちょい寄りします。見えるかな、こんな感じです。結構ですね、GU のストッキングはすごく肌触りが滑らかで、ほんとグンゼとか厚着とかに負けないぐらい履きやすいストッキングでした。ただ若干なんかここのところの色ムラ、なんかポンポンポンってなんか白い点みたいなのになっちゃうのが気になるかなと思うんですけど、着圧がなくてもすごくキュッと細く見えるストッキングじゃないかなと思うので、まあ、これで990円3足だったら、まあ、すごい使い勝手いいんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さんも一度試してみてください。今回の動画いいねと思ってくれた人は高評価、チャンネル登録、インスタ、ツイッターのフォローもお願いします。リンクは概要欄にあるので見てね。皆さん、いつもカオさん、ダイさんの動画視聴ありがとうございます。はい、今回ですね、実は質問箱を設置しました。なんでカオさん、まあ、こんなストッキング履いてくださいとかこんなことやってくださいとか、まあ、応援メッセージといっぱいいただけると嬉しいなと思います。動画の概要欄に、Twitter のリンクが貼ってあるので、そちらから投稿の方をお願いします。以上、カオさんでした。バイバーイ。